て右側の方に階段があります。桟橋があるんですけど、ちぎれるぐらいもろくなってますのでお気をつけいただきますようお願いします。島として島づくりをせんといかんということでですね、埋め立てたりして、島づくりしたんですけど、多分あの岩礁というのはこの辺がですね波打ち際ではなかったんだろうかと思います。そのベルトコンベヤが設けてあったというような名残ですね、この石炭は質が良かったので、当時北九州に八幡製鉄所というのがあったんです。その製鉄所の原料炭として持ち運ばれます。そういう使い方をされました。その後ろに白っぽい建物があります。あれが本当は7階建てですけども、天井の部分がこうです。私の方で2番3番を参りたいと思います。
現場の採掘現場の状況と話しながらですね、建物の話をしていきたいと思います。はい、正面に赤いレンガが見えますけど、この部分が大体この総合事務所があったところですね。この総合事務所でですね、今時で言いますミーティングを行いまして、いよいよ石炭を掘りに行くわけですけども、皆さんから見て右側の方に階段があります。桟橋があるんですけど、この桟橋を登っていくんですね。で今、この桟橋の向こう側にですね、今はありませんが、こういう建て坑の櫓があります。また一部の手すりがプラスチックの製に変わっている部分は、日差しの影響で劣化が進んでおります。体重をかけますとちぎれるぐらい脆くなってますので、お気をつけいただきますようお願いします。はい、現在2つのグループが行き合いとなっております。シールをもらわれたグループの方は第1へ戻ります。もらわれていないグループの方は第3か第5のご案内です。行き合いとなっております通路は右側通行をお願いしております。シールをもらわれているグループの方、防波堤側は足元に溝が掘られておりますので、足を取られないように十分お気をつけください。特に曲がり角すぐのところは少しスロープ状になっておりまして、よく転ばれる方がいらっしゃいます。お気をつけいただきますようお願いします。
鉄筋コンクリートアパートだ。東京とか大阪じゃなかったですね。働けるうちは働くことです。Thank you.
差がありますのでご注意ください。在楼房和楼房之间呀，有散落一地的木材。在一楼的楼房，你了解一下。